パオロ・チェーザレ・マルリーには、イタリア・ロンバルディア州ミラノ出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。元イタリア代表選手。セリエ A の AC ミラーに所属していた。史上最高の左サイドバックと評され、ミランの象徴とまで呼ばれた選手。そのサッカー人生のすべてを AC ミラーに捧げ、25年間という、長きにもわたりミランのバンディエラとして、 クラブを支え続けた。イタリア代表では、FIFA フフワールドカップ4大会連続出場を果たし、1998年、フランス W 杯、2002年日韓 W 杯の2大会で首相を務めた。彼が築き上げた、サッカー人生は、やがてセリエ A 最多出場試合数、W 杯最多フル出場試合数、W 杯最多出場時間という3つの、 歴代最多記録を打ち立て、幾多のタイトルとともに、今日のサッカー史にその名が刻まれている。AC ミランでのマルディーニ父親のチェーザレ・マルディーニは、息子と同じく AC ミランのキャプテンを務め、1962から63シーズンの UEFA チャンピオンズカップ優勝を成し遂げ、ミラン、イタリア代表監督を共に務め上げた存在。必然的にパオロはその下で幼少期より、 サッカーに親しんでいった。ニルス・リードホルム監督のも九1985年1月20日のウディネーゼ戦において途中交代という形で16歳でセリエ A にデビューした。以降25年間にわたり第一戦でプレーし続けることになる。1987年1月4日のコモ戦でセリエ A 初ゴールを決めた。百八十七から十八シーズンに セリエ A 初制覇、1988から89シーズンのチャンピオンズカップ決勝で、ステアウやブカレストを4-0で破り初優勝、1989年のインターコンチネンタルカップでメデジンを1-0と破って優勝した。1989から90シーズンのチャンピオンズカップ決勝でも、ベンフィカを1から0と破り同タイトルを連覇、1990年の インターコンチネンタルカップでもチームはオリンピアをさから、レート破り優勝したが、パオロは前半で、負傷のため途中交代、肩を脱球脱球していた。1991から92シーズンは、ミランの無敗優勝に、貢献。1993から94シーズンチャンピオンズリーグ準決勝 A.S. モナコ戦では、決勝ゴール、決勝の FC、バルセロナ戦では、 出場停止のバレージに代わり、初めてセンターバックのポジションに入り、ロマーリオとストイチコフのツートップを完璧に抑え、優勝に貢献。またワールドカップでは、決勝で PK 戦の末ブラジルに敗れたが、イタリアを決勝に見導くなど活躍から、同年のバロンドール投票では、第3位となった。2004から05シーズンのチャンピオンズリーグ決勝リバプール FC 戦では、 先制点を決めたが、3から3からの延長 PK 戦で敗れた。長年一戦級で活躍し、一時代を築いてきた彼は身体に対して注目されることも多かった。とはいえ、セリエ A は元より世界においてトップクラスの資質を保ち続けたこと、平均年齢が高齢化したミランのディフェンダー人再構築が父として進んでいなかったこと、 また精神的支柱としての立場を考慮し、シルビオベルルスコーニ会長らクラブ首脳陣は、異流を続けた。代表チームを引退し、二足のわらじを脱いで、クラブでのプレーに専念することで、再び世界トップレベルの DF として復活した。アレッサンドロコスタクルタと共に2007年7月末の契約満了をもって、現役引退を示唆したシーズンには、 チャンピオンズリーグ2006から07の決勝で、リバプールを破り2004から05シーズン決勝で、敗れた相手に雪辱を晴らし優勝を決めた後、今度は、クラブ W 杯を取りたい。と語り、翌シーズンもプレーする意思を表明した。膝の怪我を手術した影響で2007から08シーズンは出場機会が限定されたものの、FIFA クラブワールドカップ2007では、長年のキャリアで、 数々の栄光を勝ち取った本職の左サイドバックとして準決勝に途中出場、決勝でもフル出場し優勝に貢献した。2007年2月20日にはチャンピオンズリーグのタイセルティック戦においてチャンピオンズリーグ通算100試合出場を達成。さらに同年3月11日には史上初となるセリエ A のリーグ通算600試合出場を達成した。 くしくもこの日の試合は、ライバル、インテル・ミラノとのミラノダービーであったが白星を飾ることはできなかった。2008年2月16日、セリエ A 第23節のパルマ FC 戦に、途中出場しクラブ、U-21 代表、A 代表での公式戦現役合計出場1 0試合を達成した。その後も契約を延長し、40歳を迎えてなおも、プレーする姿は、 ファンは元より選手の間からも尊敬を集めた。2009年に現役引退を発表。一部のミラニスタとは嫌悪な関係であり、ホームでの現役最後の試合では、マルディーニを批判するメッセージが掲げられたが、現役最後の試合となったアウェーフィオレンティーナ戦では、ロスタイムにフィオレンティーナの選手がわざとボールを外に出しマルディーニのためだけの時間を作った。 敵味方関係なくその場にいたすべての人がスタンディングオベーションでマルディーニを称えた。引退後は AC ミランの幹部入りが有力視されていたがキャリア晩年の一部サポーターと副会長職にあったアドリアーノ・ガッリアーニとの確執から長らくミランと距離を置くことになる。アメリカに在住して北米サッカーリーグに2016年から新規参入した。 マイアミ FC の共同オーナーを務めたり、2017年には49歳で、アスプリアテニスカップにて、プロテニスプレイヤーとしてデビューした。2017年に、AC ミランが、中国人実業家のリーヨン本に買収されると、確執のあったガッディアーニが退陣したこともあり、幹部入りを打診されたが、役割が曖昧であったことや中国資本への、不信感などから誇示している。 マルディーニの懸念通り、2018年7月、リー・本ンホンがミラン買収の資金を借り入れていた、アメリカのヘッジファンド、エリオットマネジメントへの返済が滞り、債務不履行を理由にエリオットマネジメントがミランの所有権を得る。エリオットマネジメントは、新スポーツディレクターに、クラブ OB のレオナルドを招聘、レオナルドは、旧友のマルディーニの入閣に乗り出し、 2018年8月にスポーツ部門の戦略開発ディレクターとして約9年ぶりにミランに復帰した。2019年5月28日、イヴァンガジュディスシン CEO との確執が取りざたされていたレオナルドが成績不振を理由に辞任、公認のスポーツディレクターに就任した。2020年3月21日に次男のダニエル・マルディーニと共に2019、 新型コロナウイルスに感染していることが公表された。その後、症状は回復したものの、4月12日にスカイスポーツのテレビ電話対談に参加した際、ジムに行ってもすぐにバテてしまうといった、ウイルス感染による体への影響が残っていることを明かした。果敢な攻撃参加、1対1での強さ、状況判断の良さ、優れた戦術理解能力、 さらにフランコバレージより受け継いだキャプテンシーを駆使し、現役時代は10年以上世界最高の左サイドバックの座を守り続けた。その間に UEFA チャンピオンズリーグ優勝5回を筆頭にセリエ A 優勝7回、インターコンチネンタルカップ優勝3回を含む通算26個のタイトルと栄光をクラブにもたらす。そしていつしかグランデミランと呼ばれるようになる。 クラブを象徴するバンディエラの一人となった。1999年12月、イギリスの大手サッカー専門誌、ワールドサッカーが読者による投票ポイントによってランキング化したのをまとめた20世紀の偉大なサッカー選手100人を発表し、総合21位に選ばれた。これは当時の現役選手としてはロナウドの13位。 ロベルト・バッチョの16位に次ぐ3番目の順位であり、サイドバックの選手としては、OB、現役を含め最高位という快挙であった。彼の功績と評価は引退後の現在も変わることは、なく、2013年7月、ワールドサッカー氏が、世界各国の記者や監督、元選手の投票で、各ポジションの歴代最高選手を選出した際に、左サイドバックのポジションとして選出された。 なお、イタリア人から選ばれたのは唯一、マルディーニのみである。そして、全体の得票数では、フランツ・ベッケンバウアー、ディエゴ・マラドーナ、ヨハン・クライフ、ペレに次いで5番目の得票数であった。元ブラジル代表のロナウドは、現役時代に対戦した DF の中で、最高の DF は、マルディーニだと述べている。チャンピオンズリーグの優勝トロフィーを掲げるマルディーニ1、コッパイタリア、 イタリアスーパーカップを指すに u e f a チャンピオンズリーグ UEFA カップ UEFA インタートトカップ UEFA スーパーカップを指す3インターコンチネンタルカップ FIFA クラブワールドカップを指すありがとうございます